大政奉還大政奉還は、江戸時代末期の慶応三年十月十四日、1867年11月9日に、江戸幕府第十五代将軍、徳川義信が政権返上を明治天皇に創業し、翌十五日に天皇が創業を直挙したこと。江戸時代、徳川将軍家は、日本の実質的統治者として君臨していたが、形式的には、朝廷より、 将軍宣言があり、幕府が政治の体験を天皇から預かっているという体制委任論を広く受け入れられていた。幕末になると朝廷が自律的な政治勢力として急浮上し、主に対外問題における幕府との不一致により、幕府権力の正当性が脅かされる中で、幕府は朝廷に対し体制委任の再確認を求めるようにな。文久三年。 1863年3月、翌元治元年、1864年4月にそれぞれ一定の留保の下で体制委任の再確認が行われ、それまであくまで慣例に過ぎないものであった体制委任論の実質化、制度化が見した。慶応三年、1867年10月の徳川義信による体制奉還は、 それまでの懲爆の交渉によって再確認された体制を朝廷に返上するものであり、江戸幕府の終焉を象徴する歴史的事件であったが、しかしこの時点で吉信は征夷大将軍職を辞しておらず、引き続き諸藩への軍事指揮権を有する将軍職の辞職が直挙され、幕府の廃止が公式に宣言されるのは12月9日の王政復古の大号令において出る。 大政奉還の目的は、内戦を避けて、幕府独裁制を修正し、徳川宗家を筆頭とする諸行らによる、抗議制体体制を樹立することにあった。しかし大政奉還後に想定された、諸行街道が実現しない間に、薩摩藩を中核とする倒幕派によるクーデターが起こったのである。幕末、主に開国、通商条約締結問題をめぐり、国論が分裂すると、 それは、幕府、朝廷官の意見の不一致という形で表面化した。安政五年、1858年に、土の絵馬の密直が幕府を介さず、水戸藩に直接歌手されことに始まり、ついには、朝廷が幕政改革や上位の実行を要求するなどの事態に直面した。幕府は、朝廷と幕府の一致、すなわち後部合体の一環として、大政委任の再確認。 制度化を朝廷に要求するようになった。究極的には、幕府の命令すなわち、朝廷の命令となす、政令一途ことによる、幕府権力の再強化が目指されたのである。一方で、松平春学に壊れて、越前藩の改革を行った、横井昌南や、大久保一王、かつ海舟ら解明的な幕臣などによって、大政奉還論、大政返上論が、 早くから提唱されていた。しかし幕府は、朝廷の上位要求と妥協しつつも、あくまで後部合体を推進したので、これらの主張が現実化することはなかった。夕飯の政治参加を伴う、後部合体を構想していた薩摩藩は、三夜遣いり、1864年の崩壊により、一橋義信、当時将軍後見職や幕閣との対立を深め、 また切り札と考えた四項、会議、1867年でも十五将軍に就任した、吉信の政治力により無力化されたため、吉信を前提とした諸行会議路線を断念し、長州藩と共に武力東枠路線に傾斜していった。慶応三年、1867年6月9日、坂本龍馬と後藤昌二郎は、藩船、夕顔丸に乗船して、 長崎を立ち、兵庫へ向かった。京都では、将軍、徳川義信及び島津久光、伊達宗なり、松平春学、山内陽道による四講義が開かれており、後藤は陽道に、京都へ呼ばれていた。この戦内で龍馬は、新たな政治考量を後藤に提示した、戦中八作。後藤は在京都左派幹部である、寺村道なり、学部精神、福岡皇帝らに、 大政奉還論の採用を主張した。これに、薩摩藩の小松清廉、盾脇らも同意し、6月22日殺土名約が締結された。これは、幕府が朝廷に大政を奉還して、権力を一元化し、新たに朝廷に議事堂を設置して国税を決定すべきとするもので、その議員は、苦行から諸公売信庶民に至るまで、 正義のものを選挙するものをされていた。大政奉還論はいわば平和裏に生態変革をなす構想であったが、薩摩藩がこれに同意したのは、吉信が大政奉還を拒否すると予想し、これを倒幕の口実にすることにあったと言われる。そのため名約には、土佐藩の状況出兵及び将軍職の廃止を憲白書に明記することが約束された。 後藤はすぐに帰国して、土佐藩兵を引率してくる予定であったが、山内陽道、全土佐藩主は、大政奉還を反論とすることには同意したものの、状況出兵には反対し、憲白書の条文から、将軍職廃士の条項を削除した。薩摩川は、長州、厳州との間で、武力討伐路線も進めており、結局9月7日に、殺土迷約は解消された。 10月3日、土佐藩は、大政奉還、建白省、藩主、山内豊藩を通じ単独で将軍、徳川義信に提出した。10月12日の夜藩、徳川幕府が政権を天皇に返上し250年にも及ぶ徳川政権の終焉を迎えるとの密書山田報告、最後の老中、板倉勝清に仕えた顧問が受け取った。幕府内では、 坂本龍馬が後藤昌二郎に示した千中八作が土佐藩主山内陽道によって進言され倒幕に進む薩長同盟の先手を打って大政奉還憲白将老中板倉勝基を通して将軍徳川義信に提出将軍義信はこの法作をのみ政権を天皇に返上する動きが活発化していた山田報告は やつぎばやに筆を取ると密書密使に渡し急ぎ系、返した。10月13日、備中松山藩の山田報告から渡された原文は、その日のうちに経へと運ばれ、翌日には、将軍、吉信の手により書き換えられ、10月14日、天皇に対して、大政奉還上奏書として提出された。徳川吉信から天皇に提出された。 上層文は我で始まる山田報告の原文を、新吉信金手と変えてへり下り、あとは原文のままにそのまま移したものだが、後半、再度、新吉信を文中に入れて10月14日吉信。で終わる。土佐藩の建白を受け、10月13日、徳川吉信は上落中の四十半重心を、京都二条城に召集し大政奉還を指紋した。 10月14日、11月9日に、大政奉還状表を朝廷に提出するとともに、状表の受理を強く求めた。摂政、二条な行ら朝廷の上層部はこれに、困惑したが、薩摩藩の小松政連、土佐藩の後藤昌次郎らの強い働きかけにより、翌15日に、吉信を加えて開催された長議で直挙が定めした。吉信に、 大政奉還直居の佐田書を授けられ、大政奉還が成立した。大政奉還は、倒幕派の起戦を制し、倒幕の名目を奪う狙いがあったものの、上表は、薩摩藩らの最大の関心事であった、将軍職事人には、一切触れておらず、なお義信は、武家の統領としての地位を失ってなかった。倒幕の密直の歌詞、後日以降、薩摩藩、 長州藩は大規模な軍事動員を開始し、この動きを制するため吉信は10月24日に、聖医将軍辞職も朝廷に申し出る。幕府は、朝廷には政権を運営する能力も体制もなく、一旦形式的に政権を返上しても、依然として、訓下衆や諸藩を圧倒する勢力を有する徳川家が、天皇の下の新政府に参画すれば、 実質的に政権を悪続けられると考えていたと言われる。見通しの通り、朝廷からは、上票の直挙に合わせて、国税決定のための諸公改造招集までとの条件付けながら緊急政務の処理が引き続き、吉信に委任され、将軍職も暫時従来通りとされた。つまり、実質的に吉信による政権掌握が続くことになった。実際に、 朝廷は外交に関しては全くなす術がなく、10月23日に外交については引き続き幕府が中心となって行うことを認める通知を出した。11月19日の江戸開市と新潟開港の延期通告、28日のロシアとの改善役所締結を行ったのは幕府であった。朝廷は吉信に当分の間引き続き所詮を委任し、 初大名に上京を命じたものの、形勢を官房するため上京を辞退する大名が、相次ぎ、将軍職をめぐる吉信の身体に関しなんだ、主体的な意思決定ができぬまま大は推移した。11月中に上京した有力大名は、薩摩、芸州、尾張、越前の各藩のみで、土佐藩の山内陽道が入京したのがようやく12月8日であった。 王政復刻クーデターが勃発するのは、その翌日出る。この間、土佐藩は、坂本龍馬を越前藩に派遣するなど、法儀制体構想の実現に向けた努力を続けていた。他方、会津藩、桑名藩、紀州藩や幕臣らの間には、大政法官が、薩摩、土佐龍藩の格索によるものとの反発が広がり、大政再任を要求する運動が展開された。 大政奉還状況の同日、10月14日、岩倉と美から、薩摩藩と長州藩に、倒幕の密直が、密かに渡された。この密直には天皇による日付や、最下の記入がないなど、証書の形式を整えていない異例のもので、倒幕派による偽直の疑いが濃いものであった。大政奉還が行われた時点においては、岩倉ら倒幕白下は、 朝廷内の主導権を掌握していなかった。前年12月の公明天皇崩行を受け、1月9日に戦争した明治天皇は、満十五歳と弱年で、新幕府派である関白、二条、成幸、徳川義信の重慶が摂政に就任した。一方、三条耳ら親長州の急進迫下は、文久三年8月18日の政変以来、刑から追放されたままであった。 つまりこの時期の朝廷は二条摂政や茅野宮、朝彦新王、中川宮、伊新後国宮ら新幕府派の上級区議によって、なお主催されていたのであり、大政奉還がなされても、このような朝廷のもとに開かれる、新政府、後部合体政府は、吉信主導になることが当然予想された。薩長や岩倉ら幕派は、 クーデターによってまず朝廷内の新幕府派中心の摂政、関白その他従来役職を廃止して体制を刷新し朝廷の実権を掌握する必要があった。倒幕の密直は朝廷内で未だ主導権を持たない岩倉ら倒幕派の中華急区下と薩長側が吉信のそうした狙いに対抗する非常手段として画策したものである。密着を受けた倒幕の実行は 吉信のの速やかな大政奉還が、朝廷に受け入れられたことにより、一旦延期となったが、薩摩、長州、元州の三藩は再び出兵計画を練り直し、土佐藩ら抗議制大派をも巻き込んで12月9日の王政復古へと向かっていくことになった。大政奉還状表の前日の10月13日、徳川よ信は、改正書教授職を務めた幕臣のに対し、 英国の議員制度等に関して諮問を行っている。大政法官成立後の11月、西は意見書として議題草案を吉野部側近の平山吉忠に提出している。他にも吉野部周辺に存在した構想として津田真道の日本国総制度同年9月などが知られている。西はこの中で徳川家中心の具体的な政権構想を示している。 西洋の完成に倣う三権分立が形式的にではあるが取り入れられ、行政権を皇府が暫定的に司法権を兼ねる立法権を各藩、大名及び藩士により構成される犠牲員が持つこととしており、天皇は象徴的地位に置かれている。皇府の元首は大君と呼ばれ、徳川家当主、すなわち義信が就任し、上院議長を兼ね、 会員の解散権を持つものとされていた。軍事については、当面各派に、その保有を認めるが、数年後には中央に統合するものとされた。その他、従来の初代名領を、現状のままとし、交付の機構は、幕府のそれとの関連が意識されているなど、極めて現実的な計画であった。また11月27日、長井久し、幕府若年寄各は、 後藤昌二郎に対し、吉信には将来的に軍権制を施行する構想があることを伝えている。戦前には天皇に関する行事は11月10日に実施されることが多かった。例えば昭和天皇の即位の礼、西暦1928年夜後期2600年、式典、西暦1940年はいずれもこの日に実施された。これは、 大政奉還を直挙して政権が天皇に服した日が11月10日であることにちなんでいる。朝廷への政権返上の比喩的用法として大企業の経営者人事で非創業者一族から創業者一族へ経営権が移るときにマスコミなどにより用いられる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。